監督寺は、愛知県名古屋市中区にある、総当州の寺院。三号は、雲竜山。本尊は、木造阿弥陀如来座像。万治二年、犬山藩二大藩主の成瀬正虎が文家の成瀬、行重の菩提を弔うために、名古屋の当寺町にあった日蓮宗の総墓所に一部を、建立し、自らの老いで含む笑い寺音世。 大野岩尾州徹の弟子であった北待和周南を住まわせたのが始まりとされ、このため、州南祭とこうして、含む、笑い寺の末寺となった。また、こうした経緯から、なる世家の家臣たちが揃って段下になったという。他に、永六五年創建とする説もあるが、詳細は不明。遠方四年六月、帰宅基礎学が当時愛知郡山口村にあった。 監督寺を引き継いで事故を改め、別高素言を、勘定解散とした。本尊の木造を阿弥陀如来座像は、上長の作と伝わり、遠方8年に伊藤二郎左衛門によって寄進されたという。その頃までの流星ぶりは含む笑い寺と競うほどで、あったが、天羅3年に、バイ春吉が知りいた後は、次第に寺勢が衰え、元禄年間に、道運総薄によって中高。 六世、丸山通門、九世、随宝住林は、総持寺林番を務め、十世、本洪水所は、道儀の再建を果たした。明治維新を経て二つの達中は廃絶したものの、1872年10月に、片方同地となり、1912年6月に、郷号地となるなど再び流星。この当時には1五百坪余りの境内に、本堂のほかくり、 総門、総道、名王殿などがあった。太平洋戦争による戦災は免れたが、戦後の名古屋市復興事業に伴って境内にあった墓地は平和公園に移設された。市内の寺院にある墓地を移設する、この事業にあたって、当時の住職で、総統州の県総務所代表であった、高間隆指導は1946年から16、州派よりなる、 戦災復興墓地整理委員会の初代委員長を務め各州派、寺院と名古屋市との調整役として尽力したとされる。境内には戦前から運流幼稚園があったが、1970年に閉園。1973年11月に広小路通りに面する運流ビルが竣工するなどして、周辺の様相は大きく様変わりし、2015年現在では、 寺はビルに囲まれるように存在している。前述のように、監督寺の墓地は平和公園に移されたが、赤楼氏の一人、片岡高久や、尾張藩市で絵師としても知られた、内藤あずまはじめなどの墓所が置かれていた。また、平和公園への移設事業を推進した、市場役、田淵俊夫の墓も、後に監督寺墓地に置かれた。ありがとうございます。